乃木坂46 29枚目シングルアクチュアリー3月の23日発売決定ということで、乃木坂46にとって29枚目のシングルとなるアクチュアリーが3月の23日に発売されることが決定いたしました。そっか、そうなんですか、そうなんですか、そうなんですよって言いたかった怖っそうなんですよ、3月の23日に発売が決まりまして、もうその46時間テレビの中で初披露っていう形でやらせていただいたんですけど、もうテレ東音楽祭さんでもねやらせていただきましたが、どうですか皆さん聞いてみて。結構今までの乃木坂のダンスだったり曲調とはまた変わった感じかなっていうふうに思うんですけど、なんかすごい、なんて言うんだろうな、踊ってて本当に結構体力も使うので、なんかなんて言うんだろうな、すごいやりがいっていうか、やりがいはいつだってあるんだけど、乃木坂の曲を踊らせてもらってる時はやりがいというか、どんどんこう詰めていきたいなっていうふうに思いますよね。レベルをどんどん、まあ、回を重ねるごとに、ありがたいことにね、もうすでに2回もやらせていただいて、これからまたもしやらせていただく機会があるんだったら、どんどんこうレベルを上げていきたいって思える曲だなっていうふうに私は思っていますし、どうなんだろう、すごいね、私はねかっこいいなと思ってますよ。なかなかなかったので、こういうシングルがここで来るのかっていうふうに思いましたけど、なんか、うん、みんなで頑張っていきたいなって気持ちです。というのもセンターがね5期生の中西アルノちゃんなんですよ。5期生結構今までそのヨダモモとかも、お見立て会じゃなくて、なんだっけ、プリンシパルとかをやった後だったのかな。だからある程度先輩たちとも割とこうお話とかできたり、私たちの中でも関係性ができた中でのセンターだったけど、あんまりね結構本当に最速なのかな、だと思うので、不安もあると思うので、まあでももう本当にね、みんな5期生はしっかりしてるので何の心配もないんですけど、みんなで支えていこうっていう気持ちです。はい、ということで3月の23日の発売になります。楽しみに待っていてください。